今回解説するのは NPC 交換の小ネタについて、さすがに全部解説するわけにもいかないから絞るんだね。特筆すべき事項があったり、ニックネームに突っ込みどころがあったりするものを紹介します。というわけでまずは交換でしか手に入らないポケモン、赤緑ではカモネギ、ベロリンザ、バリアード、ルージュラの4匹が交換でのみ入手できるポケモンでした。おしょう、ナメゾウ、バリバリ、マサコだね。青番ではこのうちベロリンザとルージュラが野生で出現するようになり、代わりにガルーラとケンタロスが交換でのみ入手できるように変更されました。ロダンとデュータ。そしてピカチュウ版ではカモネギも野生出現、ベロリンザも引き続き野生で出ますが、ルージュラは一切入手できません。結局バリアードは初代だと交換以外で入手できないんだね。もちろん第二世代から連れてくればニックネームを持たない個体を入手できます。続いて紹介するのは面白いニックネーム、クラブについて、青番のグレンタウンの研究所でガービーと交換してもらう個体なのですが、各バージョン3人ずつ交換してくれる人がいるね。ニックネームが道楽。どう考えてもあの看板が特徴的な店ですね。スタッフのお気に入り。続いて紹介するのは世紀の大発見。こちらはピカチュウ版のグレンタウンです。内容はゴルダックとサイドンね。ニックネームも普通、じゃあ何が変なんだろう。この人に再度話しかけます。すると、ゴルダックが変化します。は？これ、実は青番に戻ってみるとなぜこうなったのかわかります。ユンゲラーとゴローンの交換、あ、ユンゲラーが進化したというセリフをそのまま置き換えたせいでこうなってしまったのです。ちゃんと変えておくべきだったね。ちなみに海外版のレッドブルーは日本の青番をプログラムのベースにした状態で、ゲーム内容が赤緑のものに差し戻されているのですが、そのせいで雷中が進化したというとんでもないセリフまで登場するようです。メガ雷中。続いて第二世代へと移り救済措置。これはある意味有名なネタだね。アカネ、およびミルタンクといえば数々のトレーナーを苦しめた存在として有名ですが、その対抗策となる交換が存在します。それが小金百貨店5階にいる彼、金銀およびハートゴールドソウルシルバーではスリープ、クリスタルではケイシーを欲しがっており、代わりにワンリキーの筋肉をくれます。スリープは34番道路、ケイシーはゲームコーナーの景品ですぐ入手できるね。少しレベル上げが必要にはなるもののメスなのでミルタンクのメロメロを無効化できます。明らかに計算されている。ただしこの使用上攻撃個体値は低めなので注意しましょう。当時は攻撃個体値が低いとメスになる仕様だったね。第二世代だと話題力が低めなので完全に対策になるかといえば微妙ですが、困った時にはとりあえず手持ちに入れてみましょう。続いて紹介するのはもうちょっと頑張って、こちらは関東地方の14番道路でのイベントです。道路のど真ん中で交換するのがそもそも珍しい。ラッキーを欲しがっているのですが、ここで彼女にもう少し頑張れと言いたくなります。どういうこと？ラッキーの生息地を確認してみましょう。あ、14番道路も含まれているね。つまり彼女はラッキーを捕まえるためにここまで来たということがわかります。そしてくれると言っているポケモンはプテラ。プテラは第二世代だと彼女からしか入手できない本当に貴重なポケモンなので、もう少し頑張れというわけです。化石採掘が趣味なのかもしれない。続いて第三世代へと移りリメイクでは、ルビーサファイアで日は巻きしてにいる彼女はピカチュウを欲しがっており代わりにエネコをくれます。エネコは出現率が 2% しかないから悪くない条件だね。このエネコのニックネームはベルです。まあ普通。それではオメガルビーアルファサファイアで彼女と交換してみましょう。欲しがっているポケモンがパッチールに変わっている。けどエネコはそのまま。こちらではニックネームがベルベルと少し変更されています。なんでだろう。あ、ブラックホワイトのベルト被るからだね。おそらくそういうことでしょう。続いて文字表示バグ、スペイン語のファイアレッドリーフグリーンや XD でのみ起こるバグです。かなり限定的。例えばグレンタウンでもらえるパウアウ、スペイン語版だとシーリンというニックネームが付けられています。アシカは英語でシーライオン、パウアウも英語などではシールという名前だね。このパウアウを第4世代以降へと送ると SEL コ N という表示になります。急にカタカナが登場。このアクセント記号付きの I、本来文字入力画面には表示できない文字なのですが、交換時に誤って使用してしまったためこのようなバグが発生しました。なんで日本語の文字が出たの？これに関しては海外版では日本語産のポケモンの名前を表示するときにフォントセットを変更する、という仕様をとっているせいです。詳しくは投稿者が執筆した、ポケモンファストジェネレーションアドベントカレンダー2023の76日目の記事で詳しい解説をしています。26日目以降があるアドベントカレンダー？続いてダイヤモンドパールプラチナ、誰しもが引っかかった罠を紹介。なんとなく今の説明でわかった気がする。喫茶してにいるこの人はチャーレムを欲しがっていて代わりにゴーストをくれます。きっと進化するんだろうな。しかし実際に交換してみると、
進化しません。なぜならこのゴーストは変わらずの意志を持っているから、しかも煽ってくる。腹いせに友達と交換して進化させてしまいましょう。いや煽るな。ちなみにクリスタルではゴーストを欲しがってネイテをくれる人がいるのですが、こちらは逆にプレイヤーが変わらずの意志を持たせていても交換って不思議だねと言います。ある意味種返し的なネタなのかもしれない。続いて紹介するのはマイスターの罠。こちらは先日投稿した罪場面集と内容が被っているので、飛ばしたい方は上記の時間までスキップしてください。ネタが被らないようにする計画性が皆無。226番水道にいるマイスターはポケモン図鑑をパワーアップさせて、外国語の説明文を読めるようにしてくれます。とはいえ GTS とかを使わないとなかなかこの機能は活かせないね。そこで蛍光を渡すことでドイツ語のコイキングをもらうことができます。そもそもマイスターがドイツ語由来の言葉だね。ですがこの家の場所が悪く、水上に立っています。そのため、蛍光をで波乗りしてきて空を飛ぶを持っていない場合積みます。コイキングは当然波乗りを覚えないからね。とはいえ、蛍光はいい釣り竿でのみ出現するポケモンなので、自力で蛍光を捕まえていたならその釣り竿でタッツーを釣り上げればなんとかなります。交換で蛍光をもらった場合は完全な罪。続いてハートゴールドソウルシルバー、未来予知を紹介します。関東発電所にはクリスタルと同様、ダグトリオを欲しがっていてレアコイルをくれる人がいます。適度にクリスタル要素があるのも高評価されるポイントの一つだね。クリスタルでこのレアコイルのニックネームは鉄丸だったのですが、今作では砂鉄というニックネームになっています。レアコイルに砂鉄、砂の毛皮かな？これはもう完全にスカーレット・バイオレットへの未来予知と言えるでしょう。ポケモン的には古代だけど。続いて紹介するのはダイゴの ID。殿堂入り後にダイゴが登場するね。宝円地方に生息していない鋼タイプであるフォレトスを欲しがっていて代わりにダンバルをくれます。ダンバル絶対くれるマン。このダンバルの ID は 23,478 なのですが、エメラルドの特サネ宇宙センターでのタッグバトルで確認できる彼の ID は 61,226 です。ID が変わった。続いてブラックホワイト及びブラック2ホワイト2、自分のポケモンと勝負を紹介。これは結構好きな人が多そう。ブラックホワイトの尻尾をしてにいるアヤは、ブラックだと門面を欲しがっていて代わりにチュリネをくれて、ホワイトだとチュリネを欲しがっていて代わりに門面をくれます。プレイヤー的には野生で出現しない方のポケモンをもらえるわけだね。そしてエンディング後に彼女に話しかけると、なんと自分が交換に出したポケモンを使って勝負をしてくれます。ニックネームもしっかり表示されている。それだけでなく性別、特性、色違いかどうかもしっかり反映されます。同様のイベントがブラック2ホワイト2のカラクサタウンでも用意されていて、こちらの初音はドリューズとエテボース、カバルドンと風鈴の交換になっています。最初から風鈴なんだ。ちなみに手持ちを見る限り砂パを作りたかったようです。渡されたカバルドンが隠れ特性だったらどうするつもりだったんだろう。続いて紹介するのは特性が3つ。子供エステにはチラーミーを欲しがっていて代わりにバスラをくれる人がいます。バスラを自体どこでも入手できるし筋の色もそれぞれのバージョンで出やすい方。特筆すべき点はなさそう。注目すべきなのはホワイトでもらえる青筋の姿の特性。この特性は石頭になっています。別に普通では？これ、第6世代以降の基準ではいたって普通なのですが、実はブラックホワイトの野生で出現する青筋の特性1は赤筋のものを参照してしまい、捨て身になっているというバグがありました。多分特性を取得する処理にフォルムの ID を反映し忘れたんだね。ゲーム内部の設定テーブルでは本来の特性石頭が記述されているのですが、当時はこの交換でもらえる個体の方がおかしいと勘違いされていました。まあ仕方ないね。ブラック2ホワイト2では野生の未修正、孵化では捨て身をまだ持っていて、第6世代以降では完全に修正されました。ポケムーバーは偉大。続いて紹介するのは図鑑のバグ。15番道路ではメタモンを欲しがっていて代わりにロトムをくれる人がいるのですが、このロトムをもらうことでなぜか雪目の子の韓国語の説明文を読めるようになります。いやなんで？同様にブラックホワイト1限定でサザナミタウンには夏になるとチラチーノを欲しがってゴンベをくれる人が現れるのですが、ゴンベをもらうことでガブリアスの韓国語の説明文が読めるようになります。そしてこのゴンベを進化させるとプテラの韓国語の説明文が読めるようになります。これもしかして図鑑ナンバーが一つ前のポケモンが対象になってる？間違いなくそれが関係しているとは思いますが、詳しいことはわかりません。続いて第6世代、ホテルでの交換を紹介。ホテルといえば XY 特有の要素だね。カロス地方に存在する6つのホテルには様々な地方から来た観光客が宿泊していて、それぞれのホテルを転々とします。カロス全島観光したいわけだね。新王地方から来たメイドはポケモン屋敷で働いていると推測でき、4日目に話しかけると、こちら側のポケモン指定なしで EV を交換してくれます。自慢の裏庭に出現するポケモンだね。同様に関東地方から来た山男はコイキングをくれます。欲しがっているポケモンはギャラドスです。500円で売ってくる人の親戚かな？続いて紹介するのは ID 厳選。
殿堂入り後にアサメタウンを訪れると様から彼女が選んだ御三家の進化米を交換してもらえます。主人公との距離が妙に近い人。そしてその ID は、37、つまりサナです。確かに厳選してた。同様にカルメからもらえるサーナイトないと思ったラルトス。ID は 37,110、つまりサーナイトです。いやそっちかい。またオメガルビーアルファサファイアのキナギタウンで綺麗花を欲しがっていてサニーをくれる人。リメイク前にもいたのですがその時の ID は 58,13 でした。一方で今作での ID は、325、サニーをだね。続いてウルトラサンムーン、世界記録を紹介。2番道路ではオニスズメを交換してくれる人がいて前作サンムーンではワンリキーをもらえました。まあ普通。ウルトラサンムーンではこのポケモンがルチャブルに変更。格闘と飛行の技範囲が強力であることはムクホークのインファイトや、スカーレットバイオレットにおけるカラミンゴが証明していますが、こちらのルチャブルはあまりにも強すぎて RTA の世界記録チャートにも採用されています。序盤から入手できるというのもかなり重要なポイントだね。続いてソードシールド、実はあの人？ご紹介。ターフスタジアムにガラルニャースを欲しがっていて通常のニャースをくれる人がいます。デスマスなんかも通常の姿と交換してくれる人がいるね。このニャースのオヤネイは序盤に、一見普通ですが序盤にという人物はすでに存在していて、それが榊、英語名が序盤にです。そしてアニメの榊といえばペルシアンと一緒にいるね。まあどちらかというとセルフオマージュ的なネタですが面白いですね。最後に紹介するのはスカーレット・バイオレット。同一人物疑惑。いやまたそういう感じなの。ブルーベリー学園のリーグ部ではパルデア地方の人物たちを特別講師として呼ぶことができ、それぞれの人物と会話を進めればポケモン交換をすることもできます。パートナーリボンを持っている特別な個体だね。まずブルー社からもらえるあるクジラの ID を見てみましょう。209,896。そしてクラベルからもらえるパモットの ID を見てみましょう。209,896。同じだ。クラベルがストーリー本編中にメルケに変装しているせいで、ブルー社にも変装している疑惑が、ねえよ。いかがだったでしょうか。そこまで注目されることはなくとも毎回結構考えてネタを仕込んでいることがわかったね。この動画が面白かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また、解説してほしい内容がありましたら気軽にコメントしてください。というわけで、ご視聴ありがとうございました。